ふん、私のことは止められないよ。さあ、4本目。うん、いった、うん、どういうことなの？あんな泣き方するなんておかしい。パパスマーグ、ベイビーはなんで泣いてるの？そんな風に泣くのは普通じゃないよ。今日は泣き叫んで止まらないってことはきっと。なんだって？どうしてベイビーは泣き叫んでるのよ。ああ、うるさすぎる。悪いな、みんな忙しいんじゃよ。ベイビーがいると魔法の薬を作るのに手間取ってしまって。ごめん。私は行く。なあストーム、せっかく来たんじゃ、ベイビーの面倒を見てくれんか。頼む。でもどうすればいいかわかんない。大丈夫じゃよ。悪いけど無理。アーチェリー大会の練習しないと。な、待って、練習はいらないじゃろ。一番うまい。一番で居続けるには練習がいるの。じゃあね。ほら、ベイビーダメじゃよ。わしの大釜に手を突っ込んじゃいかん。ほら、薬ができたぞ。さあ、これで元気を取り戻せるからな。ねえ、パパスマーフ。スマーフ疲れた。本当にそう。この薬を飲んでみなさい。若返るはずじゃぞ。少しもらおうかな。僕も。さあさあ飲んで。僕にも。あれ、疲れるのは急だ。うん、まずくはないけど、ちょっと後味が気にならない？ん？間違いなく後味が気になるよね。なんじゃ後味って。ぬいぐるみみたいな味かも。ぬいぐるみの味なんか。そう言われてみればそうかもな。え、ほら、ちょっと待ってよ。ダメ、今は遊ばないの。何事なの？オーマイスマーク、スマーケットグレイグリーディ、みんな赤ちゃんになったの？パパスマーク、そうなの？もしかしてあの薬のせい？危ないアーモニー。ダメ、ダメルに触らないで。ブレイニー、ほらこっちに来て。全員入れた。いい？出ちゃダメだよ。みんなを元に戻さないと。ラボに行けば何かわかるかもね。ちょっと、そこで何してるの？赤ちゃんは外に出られないの。パパスマーフだってダメ。みんな一体どこに行ったの？そんなことしないで。そこで何してんの？トラクターから降りて。たちはお仕置き、いいね。もういい加減、イライラしてきたよ。当てようか。あんたミルク嫌いなんだよね。
これで100人だね。はあ、私もお昼寝しようかな。うん、ほら、生意気坊やもお昼寝の時間だよ。ちょっと泣かないで。お願い、みんなが起きる。もう嫌。無理だよ。これを急いでリリーとブロッサムに届けてくれる？ほらベイビー、ちょっと抱いてね。ありがとう。ストーム、よかった。すぐ来てくれてありがとう。ひどいことになってんのよ。本当に？みんないい子たちに見えるのに、とってもとっても可愛らしい。お世話は簡単だよ。本で子育てのコツを読んだし、とりあえず一緒に遊んであげるだけでいいでしょ。何でも好きにしていいけど、私の邪魔しないで。魔法を解く薬を作らないと。それといい？一瞬でも目を離しちゃダメだからね。やばい、ディー、この子は特にだよ。ベイビーたち、体を動かしましょう。さあ一緒に、1、2、3。そうよ、それ調子。この本に載ってるはず。でもどれなの？ああ、わかった。それとこれ一滴。勇気あるスマーフの女の子が悪い魔法使いからウサギを救いましたね。とってもいいお話だったでしょ。これ以上面倒見きれない。いくら可愛くていい子だとしても無理よ。おとなしくさせる方法を思いついたかも。スマーフ、美味しいおやつを作って食べさせればいいんじゃない？ちょっと食べ物で遊んじゃダメよ。元気を取り戻せる薬だって。これ飲んでみようよ。ああ、いい考えね。なんで私一人で全部やんなきゃなんないの。あと一歩みたい。これで間違いないはず。
いや、フォークのボール使おう。わかりました。おしゃぶり吸ってるやつがいる。お前はおむつしてるぞ。はあ、大きくなるのは早い。そろそろ仕事に戻らんとな。ストーム、ベビーを見ててくれんか。ん一人だけでしょ。は、任せといて。